未来の二つの顔はジェームズ・ P ・ホーガンによる SF 小説1979年に発表された高度な知性を持ったコンピュータが人類に対して反乱を起こすフランケンシュタイン・コンプレックスを主題とした SF 小説や映画は多くあるがそのほとんどは現実のコンピュータ工学の成果や実情に基づかないファンタジーであった本作は 人格や意志を持たないコンピュータがなぜ人類に対して反乱を起こすのかという古くからある命題に対してコンピュータ工学的に裏付けられた合理的な解釈を与えている。人工知能に関する漠然とした、しかし根源的な問いに回答を与えるハード、SF であり、方眼の代表作の一つである。シャージが人工知能学会の大御所であるマービン・ミンスキーに 捧げられていることから、現実の人工知能研究による学問的知見が豊富にバックグラウンドとして与えられていることがわかる。それが本作を過去の類似作にはないハード SF として特徴づけている。また、未来予測的なデバイスも多く登場し、無線ネットワーク接続された個人端末及びそれによる個人追跡、飛行型工作ロボット、ドローンの定義など、 他の作品に多大な影響を与えるとともに一部の機器は実用化されつつある。人類が月面にまで生活圏を広げた未来、地球圏では高度な推論能力を持つ AI 搭載コンピュータであるヘスパーによる複合コンピュータネットワークが人類の生活の隅々まで入り込んで人間の生活の便利を図っていた。ある日、月面の掘削工事現場が マスドライバーから打ち出された岩石で爆撃されるという事故が起きる。調査の結果、工事担当者が給料を掘削する工事の立案と、思考を推論コンピュータヘスパーに命じるにあたり示した条件緊急度高、制限事項なしに基づいて、ヘスパーが通常の土木機械を手配して、工事を行うよりも、はるかに短い工期で工事を完了するために、配下の貨物用、 マスドライバーで打ち出した岩石を落下させて、給料を破砕する掘削工事手法を編み出して実行したことが判明した。これは人工知能の推論には人間が暗黙のうちに仮定する制約条件、いわゆる常識が欠けていることが原因であった。人類はヘスパーの推論プログラムが単純であることが原因であると考え、より進んだ。 次世代の推論プログラムであるフィーズに置き換えることで対応しようとする。すでに人類社会はヘスパーに依存しており、それ以前の世代のシステムに戻すことは論外であった。しかし、ヘスパーの開発責任者であるダイヤー博士は次世代の推論プログラムに基づく人工知能は学習によって自分自身を改変できることから機能維持のために自己保存機能を有するようになり、 いずれは、自身の機能維持に必要なリソース配分を優先して、人間の命令に背くようになる、すなわち、意図せずして人類に対して敵対行動をとる、可能性を示唆する。そして、人類社会から物理的にも、電子的にも切り離された、浸透したばかりのトーラス型スペースコロニーを舞台に、人類と人工知能が敵対した時に、どちらが、 最終的に支配権を確保できるかを確認する、実験を行うことを提案する。想定される結末は2つであることから、2つの顔を持つ神、ヤヌスの名が付けられたコロニーは、独立したエネルギープラント、コロニー全体を保守する部材、機材を生産できる産業プラント、各種作業用の小型ドローンと、その生産ライン、人類のための食料プラント、 広大な生活空間を備えた地球社会のミニチュアであった。このミニ地球に不測の事態に備えて実験に携わる科学者と軍人を住民として居住させ最悪の事態に備えた最終防護策をコロニーの信号部に密かに仕組んだ。そして次世代人工知能を制御コンピュータとする次世代ネットワークスパルタクスを構築してコロニー全体の運営。 管理を委ねると同時に、意図的にそのジョブを妨害して、対立を引き起こすことで、コロニーの制御を奪い合う戦争状態を作り、人類と人工知能のどちらが他方を支配するのかを見極めるべく、大規模な実験が企てられた。そして、人類とスパルタクスの軍隊とドローンの群れの戦争が始まる。1993年に、星野幸信によってコミカライズされた。 ほぼ原作に忠実な内容だが、ラストシーンのみ星野によるアレンジが施されている。ありがとうございます。